マジマ。やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人、マジマゴロ。ゆうべは世話になったな。ゆうべ？どちらさんでしたっけ？わしらんことはどうでもええんや。マコトちゃん、どこやった？あの女、どこ隠したんや！お前ら。女さらいに来た連中か。何や、そっちから顔出してくれたんか。どれ、余裕かましよって。何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思うてな。なめとんのか。ゆうべは油断したけどな、今日はそうもいかんで。もうわしらもなりふり構ってられんのや。国道をなめとったらあかんで。くれ、だけごついね。なんなんやお前。逃げんな。俺に用があったんとちゃうか。くそ。こっちも聞きたいことがあるんや。きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ、支配人。佐川。なんかトラブルか？らしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。ん？別に何でもあらへんわ。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか？まだや。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。で、てっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日やで。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんで。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。あ？
報告、連絡、相談。上司と仕事する時のいろはだろう。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですよ。相談はねえのか？あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。はあ。